はい、こんばんは、白石です。今日はですね、このアングルから、スタートです。今ですね、ちょっとまたこの間スパイスラックを作ったのもあるんですけど、いろいろですね、家の方を片付けてて、少しいつもとですね違ったアングルから撮ったらどうと僕の奥さんがちょっと言うので一回このアングルからスタートしてます。で、前回ですね、撮影した時に、まあ音の問題が結構あって、ボリュームバランスがあんまり良くなかったんですね。で、カメラとまあ結構その離れてるっていうのもあったんで、ずっと何回かですね、テストしてみて、まあこの距離だと結構聞こえが良くなることが分かったので、しばらくこの上から撮影するスタイルをですね、続けるかもしれないです。今日はですね、このデミグラスソースを使ってビーフシチューを作っていこうと思います。で、ビーフシチューっていうと時間がかかるイメージがあるんですが、このデミグラスソースを使うとですね、すごく簡単にできるので、ぜひこの動画を見てください。材料は玉ねぎ1個、じゃがいも1個、人参1本です。で、まず玉ねぎの皮を剥いていきます。玉ねぎはですね、まあ、いつもみじん切りやってるんですけど、今回のビーフシチューは煮込んでいくとどんどん溶けていっちゃうので、くし切りにしてください。で、人参は乱切りになります。大きめに切っておくといいと思います。で、じゃがいもは半分に切って、その後4等分ですね。で、お肉は、まあ、スーパーで、ビーフシチュー用とか、まあ、シチュー用、カレー用っていうのが売ってるので、まあ、それを、大体250〜300ぐらい買ってくるといいと思います。その後、熱した鍋にバターを入れて、肉を炒めていきます。で、火が通ったらですね、一回、取り皿に取ります。続いて野菜を炒めていきます。で、野菜を炒めるときに、その直前で炒めてたバターとかを、まあ、絡めるような感じで炒めていくといいと思います。で、水を 300cc、 ワインを 100cc 入れて、先ほど取り皿に取った肉を入れて、で、大体煮込む時間は20分ぐらい煮込んでおけばいいと思います。で、デミグラスソースの缶を開けて、デミグラスソースを入れていきます。その後ちょっと溶かすような感じで全体的に混ぜていくんですけど、あんまり混ぜると野菜が崩れちゃうので、なるべく静かに回すようにしてください。それからじゃがいもも入れます。その後30分煮込んだらほとんど完成なんですけど、最後の仕上げにケチャップを入れて味を整えます。そしたら完成なので、皿に盛って生クリームを、まあ、適量ですね。適量って言ってもあんまりいっぱいかけすぎるとジャブジャブになっちゃうので、全体に緩くなるような感じでかけて、最後ブロッコリーをのせれば完成です。はい、今日の動画は以上になります。野菜を切ったりするところがちょっとゆっくりだったんですけど、今回撮影するときにですね、かなり接写をしてたので、切った時のそのしぶきとかがカメラにかかるんじゃないかっていう心配があって、まあそれでゆっくり切ってたんですけど、一連の工程をやるとおそらく1時間ぐらいで多分作れるので、ぜひぜひビーフシチュー美味しいので試してみてください。この動画が面白ければいいね、評価、まだチャンネル登録をされてない方はチャンネル登録もお願いします。次はですね、そうだな、何作ろうかな、もうちょっと簡単なものもやってみたいと思うので、またよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバイ。